フリードリープ・フェルディナント・ルンゲ・ルンゲが技術者として働いたオラギエンブルクにある記念像フリードリープ・フェルディナント・ルンゲはドイツの科学者である。ハンブルクのビルベルダー自治区で生まれた。父親は牧師であったが、裕福でなく小学校を出た後働きに出て、1810年から1816年の間はリューベックで薬剤師として働いた後、ベルリン大学、ゲッティンゲン大学、 イエナ大学で薬学を学んだ。その後イエナ大学で科学を学んで染料の研究で学位を得た。1819年に自然科学にも興味を持っていたゲーテに自らの実験結果を示したところ、ゲーテに示唆されて数ヶ月後、コーヒーの成分、カフェインの単理に成功した。1826年にブレスラウ大学の講師となり、1828年に 技術の非常勤教授となったが、1832年に大学を辞め、オラニエンブルクの科学工場で工業科学者として働いた。当時、コークスの製造時の複製物でほとんど廃棄されて、環境問題も起こしていたコールタールの有効利用の分野の研究で知られる。ルンゲがコールタールを蒸留して得た化合物にキアノールがあり、これはウンフェルドルベンやフリッチが 植物染料を処理して発見したアニリンと同じものであることが後にホフマンによって示された。その他にピロール、キノリン、フェノール、アウリンなどを得た。その他のルンゲが発見した重要な化合物には、チモールや植物アルカロイドのアトロピンなどもある。ペーパークロマトグラフィーの発明者の一人である。と申される。ルンゲ反応に名前を残している。ありがとうございます。